やばいな、そう。これ、このまま続けたら、最後の僕の忍者人生が終わってしまうんじゃないかと。さあ始まりました忍び町チャンネル、イエーイ。はい、ということで本日は JR 京都駅ビルに出張任務に来ております。そこでですね、なんと第27回 JR 京都駅ビル大階段駆け上がり大会に出場させていただきます。ありがとうございます。JR 京都駅ビル大階段駆け上がり大会とは、 KBS 京都が主催する JR 京都駅ビルの大階段を舞台とした競技。1998年から毎年2月の第3土曜日に開催され、選手たちは11階建てビルに相当する高低差35メートル、171段、走行距離70メートルの階段を全力で駆け上がる過酷なイベントである。今年2024年で27回目を迎え、72チーム288名が参加。今回忍び屋チャンネルからは、過酷な選抜試験をくぐり抜けた4人の精鋭がこの大階段に挑戦する。 Ladies and gentlemen, start your engine。4人チームでね、そのおなじみの大階段を爆走するっていう、めちゃくちゃね、行かれたね、熱い大会なんでね。そう、だから今回は俺単独任務じゃなくて合同任務になります。ということで今回はね、スケッチ的なね、素敵な、熱い仲間を、はい、集めてきましたので、なんで行きましょうか。よし、じゃあまずはやすくん、ありがとう。そう、はい、最高のやすくん。はい、最高です。今日はね、みんなで怪我しないように頑張ります。いや、ありがとう、マジで来てくれて嬉しいです。頼りになる兄ちゃんもね、兄貴分です。やすみき待って、よろしくお願いします。ありがとう。よし、じゃあ、はい、今日は忍び屋チャンネルと、あとは応援してくれる妻と子供のためにね、精一杯頑張りたいと思います。よろしく。じゃあ続きまして2人目、下津屋の蓮。はい、はい、ありがとう。じゃあもう今日はね、じゃあ強い一応くんね、わけだけども、そう、僕は最高です。最高、はい、OK、頼むか、はい、よし。まあ一応ね、忍者屋敷に手伝ってほしいね、みんなにね、見たりそうで、ね、楽しんでいただけるように頑張ろうと思います。よし、よし、ありがとう。はい、今回はもう、小さい頃って階段上がるのめちゃめちゃ好きだったんですよ。なんとなく駆け上がるのとか好きで、それを大人になってからまた大会としてね、やるってなると、めちゃめちゃ今ワクワクしてるんですけど、雨なので、にかく怪我ないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ最後に紹介するのは俺たちの師匠、主任です。テンション本当だ、本当だ、言ってくださいよ。もう始まるの年やねんから。いや、でもほんまにね、そう、確かにね、これまさか出てくると思ってなくて、だからね、でもなんだかんだ文句言いながらも出てくるようになりましたね。満足です。いいことです。以外は大丈夫です。この後、いつもの師匠に対してくるんで、お願いしますよ。はい、これとかね、はい、最後にちゃんと、そうですね、もうなんか、はい、行って帰りましょうか。そうそうそう、はい、はい、とにかく、
駆け上がれることだけを祈って頑張っていきます。以上。はい、まあということなんですけど、まあここからね、あのテンション上げていきますんでね。そうですね、まあいつもカップ任務で踊るんですけど、今回はね、王道任務、王道任務ということで、まあ念願のチームバトルなんでね、あのみんなで力を合わせて、して、はい、駆け抜けたいと思います。一点目指して頑張ります。ますんでね、はい、じゃあ説明行動任務ということで頑張っていきましょう。二宮チャンネル。手裏剣を通されます。さっきは俺を倒してから行きやがれ。手裏剣を通されます。まもなく開会式が始まります。同期が、同期が忍者味だいぶ期待されてますけど、実況も、いかがですか。同期一気で頑張りました。
きついわ。一応このために自転車通勤してきました。電動ですけど、ありがとうございます。切りました。あとはアンカーに託したいと思います。お疲れ様です。なんとか行って、はい。インタだから良かったかもしれない。インタでわかんない思いです。
ありがとうございます。ありがとうございました。また映画になります。みんなコメントコメント欲しいです。いやー、1位でしたね。いやー、ねえ。いやどうでした、僕の走り。最高に忍者らしい走りができたかなと。すいませんでした。ごめんなさい。めっちゃ応援してくれた皆さん。応援してくれてありがとう。いいですね。1分3秒30秒はい、あ、いいですよ、何でも。はい、で、誰が一番速かった？一番速かったのは、マジで？ワカメ一番速い。何秒？43。48。48。え、主任3秒69。何？やばいね。やばい。マジでそんなもう使ったぞマジで。ね。確かに。笑ってた。修行不足。やっぱ修行不足でしたね。あとはこれからの日々の任務頑張って。またリベンジは。お酒飲んでます。忍者がどうなのかみたいなね。忍者なのに肉を使っていいですよみたいな。そう。ね、使っていいなら俺が勝ってますし、ね、ハリスだけですからね。ハリスはまあね、あんたは忍者 PC ってことで。はい。またでもまたね。ちょっと鍛え直してね。次の世代に。大丈夫ですか？しますよ。ちょっとね。あと毎回ですけど、天気悪いっすね。天気悪いよね。だから天気を吹っ飛ばせるぐらいな、もっと俺たちのエネルギーというか、認知というか、ね、上げていきたいっすね、これからは。ね。いや、まだ呼吸乱れてます、はい、ということなんですけれども、皆さんそろそろ閉会式始まりますんで、こちらの方に集まっていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。